前にその酒飲んで酔っ払ってる時に先生から聞いたんですけど、世界中にいろんな絵の具はあるんですけど、先生は日本の自然を描くには日本の絵の具じゃなきゃダメだという話を伺ってですね、で先生ずっとこれ使ってるんですね。そうです。でこの色数だけですか？12色。そうですね、基本的にはそうですね、あとはもうだって色は三原色あればいいわけだから。ああ。お、黄色と赤と。まあね、日本人だからね。これで肌色になる。